皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー元気に楽しく健やかにのびのびとやっていきましょう。今回はいいねランキング世界の難しいからリアタマダークコース闇の世界での偽太陽リアルハンタマさんという方のコース、まず最初遊んでみたいと思います。ベストタイムが44秒、クリア率約 7% でございます。まあ、いいねランキングに入ってるコースなんで、やっぱり作りはしっかりしてるんだと思うんですが、とても楽しみでございます。闇の太陽、マリオ3で太陽っていうとステージ2だったかな、砂漠のエリアで太陽が飛んでるコースがあったじゃないですか。あのコース難易度高かったですよね。1コースか2コースぐらいしかなかったんでしたっけ、太陽が飛んでるコース。実はでもすごい多分みんなの印象に残ってると思う。あいつは強かった。神の甲羅をぶつけて最後倒してゴール決めるんですよね。よいしょ。いや、このコースもなかなか難しいよ。チップはいらないから普通のキノコくんないかな。テレサちゃんがいるんだけど普通のキノコはないのか。ここでパックンをスルーして、そう、こういう神をあのファイヤーにぶつけて倒してやるんだよ。ここに何か入ってない？マリオ3だと大体あるんだけど何にもなかった。さて、中間ありがとう。ファイヤーできればこの状態キープしていきたいね。ここになんか横にあるよな。土管が2つ重なってるのかな。まあいいか、とりあえずどんどん進んでいくる。ここのバネ弾かれそう、怖い。なんかいいタイミングで神く倒せたラッキー。キラーさん怖いからあんまり来ないで。よし、ここは今わざとダメージを食らいましたからの、ほい、いいんじゃない。あ、来た。これ一番最後なんだろう。何かが書いてあるんだけど何だかわからない。や、何かのキャラクターですかね。はい、無事に最初のコースクリアすることができました。リアタマダークコース、はい、次はこちらのコース遊んでみたいと思います。油断大敵、勢いを止めるのは10秒ぴったりスピードラン、エーズ火炎ゴマタンさんのコースでございます。最近名前の呼びにくいコースが呼びにくい方がちょっと多いような気もするんだけど、まあ、あんまり気にせず。これ今のダメなんじゃないの。10秒ぴったり、なんか結構ミスしちゃった気もするけど、ぴったり10秒でクリアできたね。ふふ、音符ブロックのところとかつまらないで来れれば10秒かからずクリアできる気もするんだけども、10秒001、やったぜ。まさに制作者さんの狙い通りのタイムでクリアしました。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。次はこちらのコース遊んでみましょう。今度は国内のランキングに変えてみました。7-2バブル火山の骨コースタースービーさんという方のコースですね。クリア率 8%、まあ、名前からして面白さが伝わってくるいいタイトルですね。トラウマ界のスマブラさんのコースを思い出させるような感じになっているのかな。ここは、はいはいはい、いいね。こういうコースター系のコース好きですよ。うん、でも今のところモフさんのコースに比べるとかなり楽勝。あ、置いてかれた。楽勝じゃなかった、畜生め。バイバイ、グッバイチャー。はい、次、メットをかぶっての、キノコを取っての、基本的にリフトの先頭の方に乗っていくようにしようかな。いや、やっぱり真ん中だよなと思うんだけど、はい、ここは登ってしゃがんで、紙、あ、コイン、あぶねえ、ギリギリ取れた。次はなんだ、トゲゾウを飛び越えたら、ここもまた S 狩りだけど全然大丈夫。このぐらいメット取られちゃったけど気にしない、ファイヤーマリオだから。よいしょ、中間やったね。あ、中間からのやり直し用のガリガリも今上の方に見えたね。なるほど、そういう動きをするのね。それはわからないよ、絶対に、ね、初見じゃ無理。よし、下切ってスターを取っての、赤コイン回収しての、あと1枚どこにあるんだ。集中、ファイヤー、
スター状態でファイヤーも取れるんだ。これはなんと良心設計。ファイヤーの周りをぐるぐる回ったら、ここも乗ってるだけで大丈夫そうな気がするんだけど、ほいほいほい、こっちこっちこっち、 S 狩りはクソ、 S 狩りはクソ、はい、全然大丈夫、全然大丈夫。あー、最後の一枚そんなところにあったんだ。グッバイチャー。ここを登ってリスタート。まずはメットをかぶらせていただいて、キノコ、青リフト、ファイヤー、1アップ1アップあんまり意味ない気もするんだけど、そっか、こっからだから赤コイン、あ、しまった、危ない、中間、最初からやり直したところだった。最初の1回目は取れたのにね。あそこのコインなかなか見逃しやすそうなんで気をつけていきましょう。いやー、やっぱりいい作りになってますよね、ランキング入ってくる方のコースは。この上、よし、取れたー、いいんじゃない、帰ってくるのもちゃんと覚えてたし。この先は、あ、良くなかったね、すっかり忘れてた。ここも早めのリフトに乗ってないと、赤コインは取れないっていうか、なんでこうなるの、今なんで落ちたの、リフトの真ん中に乗れてなかったかな。よし、そろそろクリアしていくよん。これが中間から3回目のチャレンジになります。まずは最初の赤コイン、早めにジャンプ、ここももう一回ジャンプ、タイミング変だったけどまあいいか。ここは早い、あー、今の避けれたと思ったんだけどね、歓声で当たっちゃった。この辺に乗ってれば大丈夫かな、振り落とされないように気をつけて。ファイヤー取っての、下に落ちての、ここのバブルじゃない、ファイヤーバーの周りをぐるぐる一周回って、ここは大丈夫で、次高いところに登っていったところで赤コインが1枚あった気がする。ほい、ほい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 、完全なる歓声に比べればこんなの楽勝にょん。はい、赤コインゲット。さっきこの辺で落ちちゃったんだっけな、もしかしてもうゴールはすぐそこだったと、もったいない。イエーイ、1アップ、羽根付きチャップ、おまけでいただきました、ありがとうございます。これで完全クリア。はい、というわけでなかなか面白いファイヤーと青狩り、青狩りじゃないよ、どうしても青狩りって言っちゃうんだけどね、骨コースターを使ったコースクリアしました、ありがとうございました。はい、それでは次のコース遊んでいくる。よし、最後はこちらのコースを遊んで終わりにしましょう。お手軽な10秒ワクワクスピードランを増量しました。20秒、阿部さんという方のコースでクリア率は 9.86% になってますね。ベストタイム15秒、20秒コースっぽいですけど時間は結構余裕がある感じになっているんでしょうか。まずはパッキンからの、お、今どうなったんだ、よくわかんないよ。パンを投げるのがちょっと詰まっちゃった感じがする。このぐらいはきっと大丈夫なんじゃないかな。ここで何か七光がやってるけどあんまり気にしないでパウを投げれない。よし、次はつまらないでいこう。ここまでで残り5秒でした。さっき言ったことは忘れてください。よいしょ、あれ、なんで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 、手前でジャンプしすぎてるのかな。1回目でうまくいくとこういう風になっちゃうんですよね。パウ早めに投げてからの、ここも早めに投げて、今ちょっとミスした、大丈夫、きっと大丈夫、優しさに溢れたコースな気がするから信じてる。ここのパウ投げる投げる投げる、ゴール、ちょっと詰まっちゃったけど無事ゴール。この最後の落ちていく作りもいい感じにできてますね。お手軽な10秒ワクワクスピードランを増量しました。20秒阿部さんのコースでした。クリアしました。はい、そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また明日も遊びに来てください。それとチャンネル登録まだの方、ぜひお願いいたします。明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。
それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。